熱み始まるよホットケーキは固めて焼くよりも格子状にして丸めて食べた方が断然美味しい FM 周波数は88.7メガヘルツこちらはラジオ川越えですラジオ川越えはレディモでお聴きいただけるほかインターネットサイマルラジオ JCBA でもご視聴いただけます

木曜日のこの時間は私森内正代が30分間皆様のお耳を拝借してミュージカルに少しでも興味を持っていただけるようにあらゆる情報を楽しくお伝えしていきます。集まれミュージカルの森略してあつみゅ 2023年2月23日、皆様いかがお過ごしでしょうかということでね、23祭りの今日でございますけれども、放送の頃はもう2月後半でございますが、収録時点ではまだバレンタイン前でございます。今年は、ね、どんなチョコレートがいただけるのか、はい、楽しみにしております。はい、まあ最近、あの、ちょっと前に、 大雪の日あったじゃないですか。皆さん覚えてますかあの日皆さん本当大丈夫だったあの日から何日かやっぱ路面凍結とか雪残ってた日陰のところとかがあると本当滑りやすくって結構ヒヤヒヤしながら歩きましたけどあの大雪の日に感じたことが一つありましてそれは大雪の日に通過列車をあの列で待ってると もう、もはやこれは暴力だなって <laughs>、思った時がありまして。あの、稽古場に向かおうとした時に、まあ、座りたい、できれば座りたいから、空いてたらそのまま列に並んだ方がいいじゃないですか、基本的には。でもね、その列に並んだ状態で、後ろにも横にも逃げられない状態で、目の前に通過列車、僕一番前だったんで <laughs>。 疲れ者が通るとね、その風でもう雪という雪が全身をつ、うわーって貫いていても痛い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 って,ってあー痛い痛い。<laughs> 逃げたいけど、逃げたらもう吸われる可能性、どんと失いますからね。あ、ーもうこれはもういかんなと思って、傘さすのもちょっと恥ずかしくって、横にね、防御的にね、さしたかったんですけど、みんなうわーってなってました。 あれ怖いね危ないよね <laughs> ちょっと風邪気味だったらもう悪化するよあれはあ危ないまあでも本当にあの転ばなくてよかったなと思います <laughs> もう雪だるま作る元気はないねあのでも子供がはしゃいでこうすれ違ったそこに雪だるまが置いてあるとああなんか楽しい時間を過ごしたんだなと思いますけれどもあのー、全然話変わるんですけど最近ね僕の妻がですね あのー、僕、メイク道具入れっていうのは、チャコッとメイク道具入れで、本当に大学生入った時に、先輩と一緒に買い物に付き合っていただいて、3万円分ぐらいのメイク道具買ったことがあるんですね。もう、入れ物も含めて。で、今もそれにバンバン詰めて使ってるんですけど、時々、そこまでの量必要ないんだよな。もう、眉とアイラインとシャドウがあればいいんだよなっていう時があって、で、そういう時はもう、その、 もう全部持っていくの大変なんで、何本か抜いて、シャドウのやつも取って、で、紙袋とかにポンって入れて持って行ってたんですね。で、なんか、妻が何か作りたいって言ってくれたんで、じゃあそのためのメイク道具入れみたいなものを作ってくれないって言って、作ってくれたら大切に使うよと思って、 お願いしたんですけど、そしたら結構帰ってきたら、から出来上がってて、それがですね、なん、なんというか、ジ、ーンズ生地みたいな青の表面に中が、合皮の黒いちょっとかっこいい感じの、本当にで、ね、収納性抜群で、コンパクトで、え、思ってる100倍すごいのが来て、え、すげえっ,って、 うわぁさすがこのその初見っていうか最初の時点で100点を叩き出してくるところが素晴らしいなと思ったんですけど <laughs> すげえなと思って <laughs> こんなん作れるんだったらこんなんも欲しいこんなんも欲しいって言うとですねあちょっとそれはハードルが高いって言われて <laughs> もうちょっと徐々にやりたいって徐々ってなかなか見つからないなと思いながらですねでそのメイク入れも作ってもらったんですけど最近はね稽古場で僕髪の毛どのくらい切ったらいいか分かんないで伸ばしてる状態本番のためにもう あの相談のこれからしていくんですけれどもそのために伸ばしてる状態で稽古中汗かくと本当に邪魔でしかもその長い髪につく汗を首を振ったりするとビヤーって飛び散っちゃうんで。 そんな迷惑はできるだけかけたくないんですよね、僕的に。なのでヘアバンドを、えっと、あ、手ぬぐいをよく巻いてたりしてるんですね。でも手ぬぐいもちょ,ちょっとなんかこう自分に合わないというかあんまりかっこよくはならないな、ダサいなとか思いながらもしゃあないなと思いながらやってるんですけど、そのヘアバンドを作ってくれないって頼んでみたら心よく引き受けてくれて、結構ちゃんとしたサイズで、で、もうね、 最初1個できたかなと思ったらもう続々出来上がってきて今ね、5、6個あります。<laughs> ありがたいですよね。でもだからもうね、結ぶ必要なくなったし、パッとあの付ければいいだけだし、で、5、6個ありますから、もともと手拭いも何個があったんで、あのね、 汗かいて、もう吸わなくなったなとかなってもう買えなかったんですけど、今はね、もうワンセクション、稽古のセクションがだいたい3セクションぐらい時間帯で分けられてあるんですけれども、そのワンセクションで3枚ぐらい今使ってます。で、それを変える精神が生まれちゃったからか、もう、ほんと同じ時間で T シャツ3枚と変わるようになっちゃって。<laughs> もうあの、汗、 びちょびちょになっちゃって、もう T シャツとヘアバンド変えるから、ほぼ僕としては妨害な感覚なんですよ <laughs> で。だそういうのって稽古と稽古の休み時間とかにそれやるんですけど、もうね、ワンセクションの稽古で3回着替えるようになってきました、最近は。まあ、それぐらい白熱しております。いやー、楽しんでいただけるといいんだけどなはい、ということで、早速ですが、えー、僕が次回出演いたしますミュージカル作品情報をお伝えいたします。ミュージカル、マチルダ。 ロイヤル・シェイクスピア・カンパニー制作ミュージカル。ついに待望の日本初演決定。That's not right. そんなの正しくない。小さなマチルダの放つ言葉の数々に胸を打たれる。東京は東急シアターオーブにて、2023年3月22日から5月6日まで。大阪は梅田芸術劇場メインホールにて。 2023年5月28日から6月4日まで詳しくは公式ホームページをチェックしてみてください僕からチケットを購入したいと思ってくださる方は森内正代公式 LINE アカウントにご登録の上トーク画面にカタカナで「マチルダ」と送信するとお申し込み方法が送られてきます 今後のチケット情報も随時お知らせいたしますので、ぜひ森内正代公式 LINE アカウントにご登録のほどよろしくお願いいたします。はい、ということでこの放送からは1ヶ月もすればプレビュー公演が始まりますね。今は稽古が始まって3週目が終わったところです。ほんと濃い日々で、3週間も経ったのかっていうのと、3週間しか経ってないのかっていうのとね。 <laughs> ほんと両方来るなあのー、疲れてるせいもあるんですけどその稽古場移動が多いのでゼブラ柄のバッグをですねいつもねちっちゃいストレッチポールとヨガマットと水と着替えと台本楽譜とか入れたやつを持ち歩いてるんですけど携帯もねそこに入れてるんですよでも携帯使うことはねほとんどないんですけど稽古場でであのね3回 稽古場に携帯忘れちゃって、もう最悪です。もうね、3回目になった時にその、要は移動バッグに入れてるもんで、それをそのまんま置いてきちゃうんですよ。だから、携帯をそこから取り出す余地がないらしく、どうやら、途中で気づいて。だからね、もうね、最近はね、携帯を移動させるなら、本当に見えやすいところに置いて、必ずこれはしまうものって思って、えー、入れてるんですけど、ふとね、 ふと必要になる時があるんですよ。で、走って、着替え場まで行って、携帯取って、携帯使用して、で、そのまま放置しちゃうと、あの、急いでるから、その時の携帯をそこに入れたという感覚自体が消えてですね、また忘れそうになる。ほんとね、もう、もう二度と忘れたくない。もう絶対忘れない。誓います、ここで。<laughs> 放送日までに。ほんと忘れてないといいな。しんどいのよ、もう取りに帰るのが、精神的に。<laughs> あのたくさん振り付けがついてまいりましたでもう結構ついてきてやっぱ歌いながら踊るしんどさを痛感してるというか歌いながら芝居とかもねあのー、するしんどさを痛感しておりますもうね自分の汗がマスクに溜まっちゃってマスクのこの唯一ある空気が通る目がね水分で止まるとですねもうほんと死んじゃうの <laughs> 死んじゃって表現するでしょもう自然とね「いやー なって、ふ <laughs> うりゃーってなってます <laughs>。その上ね、何回な振り付けでね、本当に何回やってもできないところとかある時には、もう、にゃーってこうやって、ひゃ、ひゃ、ひゃってなってます <laughs>。面白いよ。もうそれが芝居のニュアンスになりそうだもんなっていうぐらい、全力投球してますね。 なんかみんなそうやって頑張っておりますので、もうぜひ街で楽しみにしていてください。ほんとね、一回じゃ多分見切れませんよ、きっと。なので、まあ余裕のある方とか興味のある方はですね、ぜひ、最低3回は見ても100、100%どれも楽しめるし、どんどん楽しめると思います。で、意図も分かってくるし、あのね、絶対3回見ないと分かる、あ、もうね、 追えない目で追えないセクションがあるんで絶対的に <laughs> もうね本当におすすめでございます3回是非見てみてくださいそれでは早速最初のコーナーに行ってみましょう最初のコーナーはこちらこのコーナーでは皆様からのミュージカル川柳をご紹介いたします ミュージカルや感激、劇場にまつわる川柳を送っていただいて、僕がミュージカルでリアクションをする、そんなコーナーです。番組公式 Twitter にて募集し、応募のあったものの中から、いくつかの川柳をご紹介していこうと思います。ということで、本日も満席いただいております。本当に皆さん、ありがとうございます。はい、早速行ってみましょう。ラジオネーム、マーヤンさんのミュージカル川柳です。こちら。よしおさん、爪がとうとで、行列に、 あーお忙しいこれでみましょう驚いたもんだはい追記いただいております先日の行列のできる法律相談所を見ていたら井上芳雄さんの爪が尊しようでした休園日にとったのかないくらなんでも忙しすぎやしませんか休園日ぐらいしっかり休んでほしいでもテレビでもどんどん見たいもどかしいです と書いていただいててただおりますすごいよねほんとねいや僕だってほんとそうなりたいという一心でミュージカルを一生懸命頑張らなきゃなっていう思いと実際そうなっったら、おい、いできんのかいって感じよねやっぱねそれをやってらっしゃると方とかいるしね台本6冊とか抱えてる人とかいるんだよね。<laughs> すげえ超えて、もうなんか、え、できますかみたいな <laughs>。できちゃうんですかみたいな。でも、それでも一つ一つにこう、ちゃんとアプローチをかけて、時間を割かないと、絶対的にパフォーマンスは落ちますから、いやー、本当に、体だけ本当に壊さないでいただきたいですしね。あの、周りのサポートとかもすごいしっかりしてるからこそできてるのかなって、僕は勝手に思ってますけれども、目指せ。僕も、休演日にテレビ出演。<laughs> 応援 <laughs> よろしくお願いします。では続いて行ってみましょう。ラジオネームサンダー・ファファコさんのミュージカル川柳です。こちら。可愛くて、写真はかどる、ミニーちゃん。<noise> いいですね。これ行ってみましょう。沼が広がる はい、サンダーファファコさんからツイッキいただいております。ディズニーのパークで見られるプログラムなのですが、ミニーベスティーズ・バッシュというプログラムのキャラクターたちが可愛すぎます。音楽も可愛いし、振り付けもあるので、正代さんも踊ってみたとかをぜひやってみてほしいです。 公式がダンス動画を投稿しているのでよかったら見てみてくださいもし気に入ったら TikTok で踊ってほしいですと書いていただいておりますありがとうございますおいいですねこれ最近ミュージカルの何て言いますか皆さんが知ってる てるような全然知らないようなそんなラインを攻めておりますけれどもなんかそういうねたまにはこうディズニーとかちょっとミュージカル以外のものもちょっと触れてみたいなって思いますんでそういうののねあの皆さんの反応もちょっと気になるとこではあるからいいねちょっと動画見て良さそうだったらやってみますか期待せず楽しみにしていてくださいはいありがとうございますでは続いてのミュージカル川柳いってみましょうラジオネーム雪雲さんのミュージカル川柳ですこちら難しい 予習が必須な作品だ。お、何の作品だろうこれ言ってみましょう。戦え、それが自由への道。ついいただいております。先日、ジョン王を感激しました。ジョン王か。私は普段予習をしないで感激するので、いつも通り何の知識もなく、 シェイクスピアかーくらいの感じで見に行ったのですが私の脳みそが追いつかなすぎて人間関係が複雑すぎてあと役の名前も全然違うのに全部同じに聞こえてきて途中でサジを投げて理解するのをやめそうになりました <laughs> ジョン・オー役の吉原光男さんが最高だった。 という記憶はあるのですが、ストーリーが理解できず1回目の感激を終えすぐさま2回目のチケットを確保感激までにあらすじやどの役者さんが何役を演じているかなどきちんと勉強して2回目の感激に行きましたそしたらこんなに面白いことが起きていたのとようやく理解今後はあらすじくらいは読んで感激に行こうと心に決めました笑 テレビでしか見たことがなかった吉田幸太郎さんや小栗旬さんのお芝居も迫力がすごくて最高でしたもちろん吉原光雄さんも「素敵すぎました」と書いていただいております雪雲さんありがとうございますいやシェイクスピアはねそうなんですよね理解できると面白みが増す作品ばっかりなんですよねいやーほんとあの わかりますね。時々ついていけない作品ありますよね。あのね、もうそうなると脳が停止する感覚すっごいわかるんですよね。ああ、ここ絶対面白そうなんだけど何のことを言ってるのかさっぱりわからへんみたいなね。これが自分の頭の悪さのせいなのか演出のせいなのかみたいな。<laughs> ものによりますからね。うん、でもやばい。いやでも2回目すごい素晴らしいですね。予習して。 逆にこう1回目で受けた感覚と2回目で受けた感覚の差がすごくてどっちもどっちでこう楽しめたんじゃないかなって感じしますけど素晴らしいなと思いましたね。三尾さんいいだろうねもうね三尾さんのこのお芝居にかける魂の注ぎ方といいますか言い方といいますかが本当になんか尊敬大尊敬ですし。 あこの力に勝てるようにするにはどう考えていったらいいんだろうかってやっぱ日々やってますしねいい目標になる方で僕のとってはだから「あラ・マンちゃんの時ご一緒させていただいたんですけど本当にねもう水戸さんが発言するたびに金魚の噴火のように発言してたなと思う <laughs> ちょっとお恥ずかしくもあり <laughs> でもそういうのが自発でできなかったなっていう悔いもありっていうかあ,あの姿には本当に 感銘を受けましたなので絶対素晴らしいと思うし見たら勉強になるんだろうなって思うんだよなでもやっぱお芝居ってその人の生き方次第でっていうところがあるのでどう生きてるかがとても大事かなって思いますし何かね。波のある人生を送っっていた方がお芝居はやっぱり 波のあるものになるなっていう気がします。安定した生活しすぎると、あんまり使えるものが増えない印象は多少あるはある。だからこそ、僕役者やってていいなって思うことは、悪いことが悪いことじゃなくなる世界に行けるっていう感覚なんですよね。そういう意味で人生豊かになるなっていうのはとっても感じます。いやー、素晴らしい。 はいということで今回も素敵な川柳をありがとうございましたこういった感じで今後もミュージカル川柳を募集しておりますので思いついたら是非 Twitter にハッシュタグ「グ厚み」をつけてツイートしていただくかフォームや DM からお送りくださいそれでは次のコーナーはこちらですー厚み このコーナーではリスナーの皆様に送っていただいたお便りを読んでいきたいと思います。1月、2月のお題は、こたつとみかんがぴったりなミュージカル作品、ミュージカル映画を教えてくださいです。このお題も今週で最後になります。たくさんのお便りをありがとうございました。早速読んでいきましょう。森内さんこんばんは、こんばんは。我が家のこたつにまつわる作品は穴雪です。うちの娘は真冬になると、 寒いねこれもエルサがやったのエルサが寒くしたなら私も我慢しなきゃと言ってなぜかエルサくらい薄着になろうとします笑可 <laughs> 愛<わ>い,い <laughs> <laughs> 私はエルサは寒そうだけどアナはあんなにあったかそうな格好してるよ。あったかい格好しないとエルサが悲しむんじゃないと説得を試みるのですが薄着をやめないのでこたつを購入して寒い日にアニメを見る時はここに入ろうねと決まりを作ってなんとか風邪をひかないように誘導しています汗。<laughs> とは言っても 外でも薄着になろうとするのでさまざまなディズニープリンセスの映画を見せて穴行きを飽きさせるのに必死です笑,笑我が家にこたつがある生活を送るようになってから私もこたつから出られなくなっています以前ラジオでこたつに入ってレミゼラブル コタツに入って「エリザベート」というお便りを読んでいたのを聞いてコタツに入って「レ・ミゼラブル・ウィズ・ハーゲン・ダッツ」をやってみました最高すぎましたエリザベートの円盤は持っていないので次はコタツに入って「オペラ座の怪人」をやってみようと思いますもちろんアイスも食べますわらラジオネームアネモネともち米さんからいただきましたアネモネともち米さんありがとうございました 娘可愛いけど風邪ひかないでね。今年も寒いから。その、理屈が可愛いい。<laughs> ちょっと強情な感じもいいよね。お母さん大変だね。そらお母さんは体調を心配するね。 なんとかなんとかもうあの一回ね一回飽きてしまえばね穴行きのその私も頑張るみたいなことはもうなくなるかもしれない一回ね一周どっかに回し上げてね <laughs> また戻してくださいいや大変だいいねもう「レ・ミゼラブル・ウィズ・ハーゲンダッツ」って最高じゃない次なんだろうね「オペラ座の怪人」だったら何なんだろう白熊 <laughs> あのかあのクリスピー・ハーゲンダッツねっ はい、えー、ありがとうございましたそして今回は「のの方も届いいてておりまますすすででご紹介していきます森内さんこんばんはこんばんここばばははありがとうございまたたみ」を見てそれまで全く興味がなかった「北斗の拳」の原作漫画を買って読みました原作ファンの友人からは「あたたみ」には出てこないキャラクターがいるとか「続きも胸ツだよ」とか聞いていたのでミュージカルとの違いを楽しんで読んでいたのですが。 どうしても気になることが。原作イラストのレイが森内さんに似すぎている気がするのですが、全然。思わずパンフレットを見返しました。イラストと森内さんの写真を見比べても似すぎてますし、ちょっと驚きました。原作ファンの友人が感激後にレイが美しすぎた。 個人的には見た目がもっと男っぽい感じのイメージだったと言っていたので納得しましたそしてその原作ファンの友人に森内さんの写真を見せたら「この人だったら僕のイメージ通りのレイだ」と言っていたので「<laughs> この人は天守と国王号の前足だよ」と伝えたら「もったいない」「もっと前に出てかっこよく戦ってほしかった」と目を輝かせていました 今度、その友人とマチルダを見に行くので、森内さんのご活躍も楽しみにしています。ラジオネーム、ゆうりんちえさんからいただきました。ゆうりんちえさん、ありがとうございます。ちょっと、やっぱり、ふ装そっていいね。<laughs> もう、ダメだ。もう、もう隠せない。嬉しくて。<laughs> なんやもうね、え、もう、レイ、本当そう、そうですかねちょっと改めて見てみますね。ちょっと、なんとなく、でも確かに、レイの、その、顔のごっさみたいなイメージは確かにあったなっていう、こういうかったよね、レイってね。<laughs> だか<ら>ね、<laughs> そっかそっか。いや、僕に似てるのか。いや、嬉しいな、レイは本当やりたいし、 いや、それやりたいからつってやれるもんじゃないとは思ってますけれども。えー、その嬉しいじゃないですか。この人だったら僕のイメージ通りのレイだって思ってもらえるので、ね。<laughs> ちょっと待って、何出たのちょっと待って。あー、確かにあのー、鋭いね。<laughs> 下に向かって、確かにそうだね。髪の毛変えたらある程度いけるかもね、レイ。おー、確かに。あれなんかレイのイメージが、あ、 あー、でもどっかちょっとやっぱアメリカンな感じはありますね、レイね。本当だね。意外と私っぽかったんだ。嬉しいです。もったいないなんて言っていただけて。いやーもうマチルダもね、ほんと全力で頑張りますし、マチルダの作品自体もほんと、ほんと、なんか素晴らしくて楽しいので、えー、また楽しんでいただけるように頑張りたいと思います。いやー、ありがとう <laughs> ダメだ恥ずかしげもなく嬉しいはいということでお通の方もありがとうございましたこの番組ではお便りやミュージカル川柳を募集しておりますお便りは数ヶ月に1回お題を変更しております3月4月のお題は好きなミュージカル作品トップ3です作品名3つと理由や作品の好きな部分をぜひ教えてください 来週からはこのお題でご紹介していきますので、リスナーの皆様からのご投稿を楽しみにしております。まあもう次のお題に関しては、まあ、王道の質問っちゃ王道の質問でございますが、なかなか意外と聞かないと言いますか。 ナンバーワンは分かっても2、3は意外とみんな知らないよねってところがあると思いますのでそのなぜ2番手なのかなぜ3番手にこれが入ってくるのかはたまたまあランク外でもこのランクにこれ入ってきますよ意外とみたいなのも 全然送っていただいても構いませんので、えー、どしどし皆様のトップ3を教えていただけたらと思います。どうぞよろしくお願いします。そして今後も普通おたこと、普通のお便りも常に募集しておりますので、僕に伝えたいことや感想、質問などがあればぜひフォームや DM からお送りください。ね、おたと,ともの中で森市さんの話題が出てきましたよっていう普通おたお待ちしております <laughs>。 <laughs> ああ、承認欲求出しすぎてる大丈夫 <laughs> いや、嬉しいじゃないそんなね、正代さん。みんな、霊にそ、これぞ、何、求めていた僕のレイダーみたいな、そんなこと言ってないけど。<laughs> そんなこと言われたら誰だって嬉しいよね。人間素直に生きていきましょう、本当に。 ここで今日は何の日をご紹介していきたいと思います本日2月23日はですね富士山の日でございます富士山223の語呂合わせでございますねこの時期は空気が澄んで各地から富士山を展望できることから記念日に制定しております富士山綺麗だよね新幹線でねいつも見たいなと思うんですけれどもね大抵そのの反対側の窓が どちらかですね <laughs> でも新幹線から見る富士山って本当に大きいからいいんだよねなんかねあれ毎回ちょっと見てるはずなのに毎回想像を超えてなんか目の前に現れる感じがやっぱあれは写真撮りたくなるよねはいそして続きましてチーズタラのすり身をシート状にしてチーズで挟んだロングセラー商品 チーズタラの生産が1982年昭和57年からスタートしたことにちなんで同製品や水産畜産加工製品などの製造販売を行っている株式会社ナトリが記念日に制定しておりますチータラ美味しいよね一時期めっちゃハマったもうこれ,そこ,れこそホンワインにぴったりでございますからね久しぶりに食べようかな はい、ということで、あっという間の30分でございました。エンディングトークでございます。森内翔大、Twitter や Instagram、TikTok などの SNS を日々投稿しております。もしご興味を持ってくださった方は、森内翔大で検索して、ぜひフォローのほどよろしくお願いいたします。次回の放送は3月2日23時から23時半での放送です。次回の放送も3と2ばっかりですね。<laughs> 次回以降の川柳やお便りも公式ツイッターにて募集しておりますので、ぜひハッシュタグ、厚みをつけてツイートしていただくか、番組公式ツイッターの DM や専用フォームからお送りいただけると嬉しいです。お待ちしております。感想もハッシュタグ、厚みを入れてツイートしてください。厚はひらがな、ミュはカタカナです。 それではまた次の放送もミュージカルトーク満載でお送りしていきます今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました次回もお楽しみにトイレはこまめに掃除しよう。